video diary May the 16th, 2023 by Hiroshi Hayashi, Hamamet City, Japan ビデオ日誌2023年5月16日林博史です。こんにちは。遅くなりました。今日のテーマは視点を高く高く高くし、そして上から下を見ようというテーマなんですよね。で、研究学問の世界においてはですね、明治以降はとにかく欧米に学べ学べ真似ろ真似ろ盗め盗めということでですね、つまりは例えば学問の世界、特に中漢族理科系の世界においてはですね、分類学分類学分類学というふうに進んできたわけです。で、今もその傾向は強いのではないのかなというふうに思いますね。つまり視点がですね、まあ、低いと言ったら失礼になるかもしれませんけども、事実低いと思いますね。そして、下ばかりを見ているということなんですよね。それでは、ということで、今日はですね、4つの例を皆さんにお見せしながらですね、視点を高くする、そして上から下を見るということがですね、どういうことなのかということをですね、まあ、考えてみたいと思うわけです。視点を高くするということは結局は、まあ、私たちのこの日本を見るときもですね、この日本に住んで、周りの日本だけを見て、そして日本を判断してはいけない。いわんや、下を見て、まあ、ほじくり返して、ばかりいてはいけないということですよね。じゃあどうするか。一歩日本から離れて、まあ、外国を見る、外国を知る。そして外国との対比とをですね、対比しながら、そして自分の国を見るという意味においてですね、視点を高くするということになるわけです。で、さらに一歩進めばですね、地球の外から、この、まあ、日本を見て、そして私たちの国を見直していくというような意味における、つまり、地球的な規模における高い視点から、上から下を見るということですよね。で、同時にですね、今度は、まあその視点を高くしたらですね、ただ視点を高くしただけでは、私は足りないんじゃないかと思うんですよね。つまり、まあ同じようなことかもしれませんけども、上から、その高い視点から下を見るということですね。まあその4つの例として今、皆さんに、今日はですね、縦長超等人間というテーマでですね、まあ見て、まあ動画をですね、4本、選んでみましたけども、例えばですね、マケドニアにはですね、聖クレメントという人がいたわけです。まあ大変な聖人だったんですけども、頭が異様に長かったんですね。まあその記録も残っているわけです。で、その聖クレメント、マケドニアの聖クレメントを見ているとですね、まあ日本の福禄寿へと結びついていくわけです。今、左上にご覧いただいているのが、マケドニアの聖クレメントですよね。まあ、伝説、言い伝えによればですね、まあ、このような絵で表現されることが多いわけですけども、まあ、額が異様に長い、高いという方だってあったみたいですね。それゆえに、まあ、よく知られた聖人ということになるわけです。で、日本の福禄寿もそうなんですよね。まあ、中国から来たという説もありますけども、日本の福禄寿は特にですね。まあ、とにかく頭が長いわけです。で、この二人の、まあ、聖人ということになるわけですけども、まあ、写真があるわけじゃありませんけども、まあ、考えてこうしてね、記録を見ているとですね、即私はですね、いわゆる縦長超等人間を思い浮かべるわけです。で、もう一人忘れていけないのがですね、ギョベクリテペの縦長超等人間です。まあ、奇妙な、まあ、彫刻といいますか、彫像といいますか、あの素材は何で出てくるか分かりませんけども、それがですね、右上になるわけです。まあ、奇妙な像が見つかるんですけども、私は、林博史はですね、その像を見て、縦長超等人間ではないかと思いました。というか思っています。それをですね、まあ、右の上の方で、これからまあ紹介しながら、照合していきたいと思うんですけども、
やはり異様に頭が長いわけですよね。このようにしてですね、マケドニア、日本、そしてトルコのギョベクリ・テペとつながっていくわけです。高い視点で見るわけですよね。で、この時点において、まあ、例えばマケドニアのセイクレメント、それだけを見てると、多分マケドニアの方たちは、まあ、それだけの世界で終わってしまうわけですけどもね。また日本の福禄寿にしてもですね、日本の福禄寿だけを見てると、やはり、まあ、その世界だけで終わってしまうわけですよね。まあ、従来はそうだったと思いますね。まあ、2012年以前についての、その頃の私の周辺を思い浮かべてもですね、日本の福禄寿とですね、マケドニアの聖クレメントと結びつけて考える人はいませんでしたね。まあ、ちょうど左上に、日本の福禄寿を皆さんにご覧いただいていますけども、まあ、ここで横とつながるんですけども、こういうふうに横とつなげるためにはですね、視点を高く見なければならないということ、しなければならないということですね。視点を高くし、その視点から今度下を見なければならないわけですよね。で、今度はギョベクリテペ、まあ、世界最古の、まあ、遺跡とも言われてますけども、にもやっぱり縦長超等人間っぽい人がいるわけですよね。で、こうして繋がっていくわけです。で、今度は左下を見ていただきたいんですけども、これはミナンナ・マリアの手品という題で、まあ、皆さんに紹介しましたけども、まあ、フロレンスね、サンタマリオ、これはごめんなさい、バチカンですね、サンタマジョーレ大聖堂っていうのがあるわけですけども、そこにですね、まあ、そのマリアが現れてですね、まあ、マリアのという、まあ、イナナマリアはですね、まあ、いろんな手品、奇跡を見せながら、人心を自分に引きつけて、まあ、イナナマリアの良い方向に自分の世界を作っていくというタイプの、まあ、女神であったわけですけど、その中の一つがですね、サンタマリア・マジョーレ大聖堂の雪の奇跡事件というのがあるわけです。そしてその雪の奇跡事件というのは、まあ、9月だったですかね、その真夏に雪が降るという事件を、まあ奇跡を見せながらですね、ここに大聖堂を作れ、聖堂を作れというところから、現在の、まあ、バチカンでも 最大級、最も、なんて言いますか、権威のある、まあ、サンタマリア・マジョーレ大聖堂を展示できるわけですけども、ちょうど左下に来てますよね。その中央下に、非常に頭の長い人が表現されているわけです。手が非常に細くて、手が小さくてですね、今ちょうどクロスアップしてますけども、まあ、これに上空に、まあ、UFO が現れて、そして細かい点が見えますかね。まあ、ちょっと見にくいかもしれませんけども、雪が降っているという様子を表しているわけです。で、ここに表現されている人も、まあ、今度は、なんて言いますか、今度はというか、この人もですね、頭が長いわけです。で、まあ、こうしてですね、まあ、3つの、まあ、動画を皆さんにご覧いただいてますけども、まあ、その広い視点を見るというのは2つの意味があるわけですよね。視点を高くするというのは。現在この瞬間において視点を高くするという意味もあるし、それから遠い過去から、できるだけ遠い過去から現代につながる、いわゆる時系列的というか時間的な、ね、まあ、長さを大きくとって、その時間的な、いわゆる遠い過去から現代に至るまで見ていくということになるわけです。まあ、ギョペクリテペなどね、挙げる例を挙げるまでもなく、現在に、まあ、そうして、まあ、続いているというような意味においてですね、まあ、高い視点というのはその2つの意味が含まれるわけです。まあ、その高いというのは、いわゆる地球的な地球規模の外からという意味とですね、そして、まあ、歴史というものを見たときにも、遠い過去から現代を見るというようにですね、まあ、2つの方向があるわけですけども、要するにそれが高い視点ということになるわけです。こうして話をつなげていくわけです。そして、まあ、極めつけは右下のですね、パラカス人へとつながっていくわけです。まあ、パラカス人というのは超等人間。しかもですね、まあ、DNA 鑑定するまでもなくてですね、頭蓋骨の数そのものがね、違いますから、まあ、頭頂板の数がですね、まあ、上から見てですよ、頭頂板はいくつかあるんですけども、上から見たときにですね、頭蓋骨を、人間は3つに分かれているわけです。ところが、まあ、パラカス周辺で見つかっている縦長超等人間の頭蓋骨は前後2枚しかないんですよね。ですから、まあ、少なくとも人間ではないということになっていくわけです。まあ、こうしてですね、現在、この証拠、物的証拠がですね、まあ、頭蓋骨として残っているわけです。で、こうしてですね、まあ、今4例の例、まあ、他にもたくさんありますよ。それこそ、その、マヤのね、それこそアーティファクトも含めますと、たくさんあるわけですけども、要するに、まあ、ちょっと右にちょっと見てくださいね。これちょっと見にくいんですけどもね、目の位置を正確に見ていただきたいと思うんですけども、その、目の上が額ですからね、ちょっと目が下の方で、その上の黒いところは額がちょっと傷ついてるのかしれませんけども、頭が異様に長いということですね。
それがまあ右下のいわゆる縦長長等人間と従っていくわけです。そして右下を見ていただきたいんですけども、こんなスケッチをですねダ・ヴィンチは書いてますけど、右の人間はですね、これはあの人間じゃありませんね、下顎がですね異様に前に出ています。そして下顎がですね上顎を包むようにして、まあ、動かしていた人ですよね。それから歯がですね尖ってますね、鋭い歯になって、そしてその左にいる人物はですねにんまり笑ってますけども、この人物にひげをつけた人物がレオナルド・ダ・ヴィンチだということです。まあ、そういうふうにつながっていくわけです。つまり、レオナルド・ダ・ヴィンチ、ひげもじゃもじゃのレオナルド・ダ・ヴィンチの肖像画はですね、人間のいわゆる肖像画ではなくて、カイン・キリストであるということを証明しました。それをまた高い視点で見ることによってつながっていくわけですけどもね。そして、右下の4番目ですね、見ていただきますと、この人はですね、喉の下に生命維持装置のようなものをつけてますし、指が異様に長いですね。まあ、人間の指ではないということです。まあ、こういうふうにしてですね、高い視点で見ればですね、まあ、物の見方が変わってくるということです。で、従来はどう言ってるかというと、下はですね、貴婦人と男というような題がついていて、何が何だかさっぱりわからないけど、まあ、要するにダ・ヴィンチが奇妙な絵を描いたということで、それで止まってしまっているわけです。つまり、視点がね、低い、それから狭い、それから下ばかり見てる。だから、普通の謎が解けていかないわけです。まあ、皆さんね、私の動画をご覧になってくださっている方はですね、知らずのうちにですね、視点が高くなりますし、広くなりますからね、多分私の言っている意味を理解していただけると思いますけども、全く私の動画を見てくださっていない、見てくださっていない方はですね、まあ、私がこういう説明しても、まあ、ちんぷんかんぷん、とんちんかん、何もなんだかわからない、恥ずかしい女子はこじつけだ、なんてね、まあその、いわゆるそういうもんなんですよ。物の見方、考え方っていうのはですね、要するに自分が高い山に登ってみて初めて下が見えるわけですからね。で、その自分が高い山に登っていたと思っていても、さらに高い山から見るとですね、低い山に見えるわけですよね。で、さらに自分が高いと思っても、さらに高い山に登って下を見ると、さらに自分がそれまでいた山がですね、低く見えるもんなんですよね。まあ、そういうことを繰り返しながら、まあ、その、やる視点を高くし、上から下を見るというものの考え方が身につくということです。で、こうしてですね、縦長長等人間というものを簡単に言いますけども、ただ縦長長等人間、不思議だ、謎だ、不思議だ、謎だというで終わっていたのではですね、いつまで経っても、まあ、つまりは謎解きの謎が解けていかないということですね。それをですね、今日この4つの例を皆さんにお見せしながらですね、で皆さんは、まあ、この4つの動画を見ながらですね、まあ、見ながらともこう画面をいっぺん見ながらですね、どう考えられるかということになってくるわけですけども、まあ、できる人は簡単にもできるんですよね。もうそういう思考回路ができてますから、常識ができてますからね、意識そのものが違いますからね。が、しかし、できない人にはできないということです。とんでもない話だ。ということになってくるわけですよね。まあ、例えば、左上のですね、マケドニアの聖クレメントの話してもですね、それはたまたまそういう人がいるだけだよって感じで終わってしまうわけですね。それから日本の福禄寿も、それはただ単なるそういう人を誇張して表現しただけだよとかって終わってしまうわけですよね。で、それじゃ弱いわけですね。ここで弱いと言いますか、それ確かにその通りだと思いますからね、私も。しかし、ギョベクリテペの例はどうなのかということになってくるわけです。右上ですね。それから今度はその下。じゃあ、その左下ですね。イナナ・マリアがですね、サンタ・マジョーレ大聖堂で見せた、その奇跡の時に現れた頭の長い人。帽子をかぶってますからね。それから肌が異様にチョークホワイトですね。異様に白いんですよ。そして手が小さくて頬骨が出て、まあ、ピンク色の頬が書いてありますね。そして上には、まあ、イエスと思われる人物と若い女性が書いてあるから、まあ、今度はですね、シャマーシュエスとベタネのマリアというふうに妻のね、というふうに話していると、またここでつながっていくわけです。横がよく座る、裾野が広くなっていくわけですよね。まあ、この話をしますとね、イエスに妻がいたのかって驚かれる方も多いと思いますけども、まあ、それもですね、私別のところで証明してきました。それで今ちょうど右下にですね、マヤで見つかっている、そのアーティファクトが出ていますね。お腹、腹にぐるっと巻いているのは、私はこれ、無重力装置だと思いますね。これに似た装置がですね、エリア51 の、の科学者がですね、証言してますね、S4 にね、まあ、それに似た、いわゆる無重力装置といいますかね、そういったものがあるということで、それもまた今度は横が広がってくるわけです。まあ、今度はエリア51が出てきましたけどもね、まあ、そのような形で、どん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 世界が広くなり、そして、なんて言いますか、物の見方が変わってくるということですね。そして今度は上から下を見るとですね、一見、
別々の話に見える縦長超常人間の話もですね、こうして宇宙的な規模でつながっていくということになるわけです。そしてその縦長超常人間は誰かと言いますと、今日はここでは紹介しませんけども、火星人イギギってことにつながっていくわけです。まあ、そのイギがね、遠い昔、地球へね、奴隷族として連れてこられた。しかし過酷な労働にね、耐えかねて反乱を起こした。それゆえにあの王はですね、その縦長超常人間イギギたちをですね、全滅させるわけですが、一部は残って全世界に散ってですね、そして今度は自分たちが生きてきた証としてということなんでしょうけれども、手形を書いて残しておくわけですよね。まあ、そういう話でもまたつながっていくわけです。そしてですね、一部は生き残ってですね、そして人間の歴史というものを側面から、あるいは、まあ、見えないところからですね、助けて、そして地球史を織りなしてきたという話へとつながっていくわけです。その、まあ、その物的な証拠ということになりますと、右下のいわゆるその縦長超等人間の頭蓋骨となっていくわけです。こうしてですね、その視野を、視点を高くし、広くし、そして今度上から地球の外から地球人を見て、まあ、この歴史を見ていくとですね、ものの考え方が一変するということで、と同時にですね、それぞれの、その、なんて言いますか、動画だけを見てですね、つまりはその範囲で理解しているとですね、まあ、それだけのことで終わってしまうし、また、ああそうか、はあ、不思議だな、で終わってしまうわけですけども、こうして、まあ、今日ね、ここで紹介しているような話をですね、4つつなげていくとですね、まあ、皆さんの常識そのものが変わってきてですね、いや、やっぱり地球外から外来種の神々がやってきて、そして人間をね、指導してるんだという話が理解 していただけるようになるわけだし、時間がかかりますね。まあ、最初は驚き、まあ、新鮮なね、ショックと言いますかね、それを受けながら、その皆さんもご覧いただくんですけども、それがだん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 積み重ねていくとですね、当たり前になって、そして当たり前になると同時にですね、もう自分のものの考え方が大きく変化しているということをですね、自分でも、それは自分では気がつかないんですよ、これね。まあ、いつの間にかそうなっているというのが常識であり、意識ということになってくるわけですからね。そして今、例えば私の動画をですね、2年、3年、5年と見てくださっている方、時々でも結構ですよ、は、私に今話した話を、ね、してもですね、ああそうだね、まあ、その通りだというふうに言ってもらえるかどうかは話は別として、そういう考え方もあるんだなというような感じで、まあ、おおらかな気持ちでね、地球を見て、そして人間を見ることができるということなんですよね。で、話を原点に戻しますとね、決してそれが間違っているとか、その方たちをどうこうというわけじゃないんですけども、例えば日本の考古学にしてもね、美術史にしても、いわゆるまあそういったその分野のね、世界の先生たちはですね、視野が低いですね。という言い方をすると、もう反発を食らいそうですけどもね、そして視野が低いし、狭いし、いつも下ばかりを見てるんだけども、その距離感がもう本当にね、目とその地面との間の距離感が近すぎますよね。それじゃいけない。それこそ豊田佐吉が言っているようにですね、障子を開けて外を見てみろやってことになるわけですけどもね、まあ、そういう世界を見て、それがしかし、まあ、豊田さんはそういうことだったんですけども、もう一歩踏み込んでですね、まあ、広く太古、まあ、古代を見てですね、そして自分の視点を高くするということですね。そして今度はその高い、できるだけ高い視点から下を見るとですね、全く違った世界がそこに広がっているということです。まあ、これからね、若い研究者の方たちがですね、どん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 出てきますから、そういう方たちがですね、私の気持ちとしてはですね、私が今ここで説いているようなことを視点でね、見て、地球を見て、人間を見て、そして広い視野で見て、そして新しい、まあ、人間史というものを、まあ、構築といいますかね、を作ってくださることを私は願ってますけどもね、その時、まあ、世界は変わるし、人間も変わるしということになってくるわけです。はい。実際そうなんですよね。まあ、それはもう話は今度また別のところにしますけども、例えばね、それこそ、例えば、まあ、ここのところね、1日か2日、クレオパトラっていうね、ネットフリックスで、長い映画ですけど、見てるんですけどもね、ああいうのを見てると、何のことない、今からね、2000年も前にね、今の人間が繰り返していることを、もう繰り返していたんだな、その繰り返していたんだな、というその向こうにですね、まあ、つまりは、ひょっとして、人間の、まあ、いわゆる未熟性というのも、まあ、その時の人々
たちはですね、懸命にやっているんですけども、今のウクライナとロシアを見ててもですね、何かしらアレクサンダー、アレクサンダー、クレオパトラですね、ごめんなさい、クレオパ、アレクサンダーじゃなくて、クレオパトラのその世界を見ているような感じで、まあなんて言いますかね、裏切り、戦争、領土拡大、そして自殺というような感じで、何て言いますかね、繰り返しているわけですけども、じゃあこの2000年間、人間は何を学んできたかということになるとですね、その向こうに見えるのが人間の愚かさ、虚しさと言いますかね、まあ、そういうものが見えてくるようにもなるわけですね。その原点、源流としてのね、まあ、つまり別バージョンの人間史というものをですね、今こうして眺める視点をですね、私たちは今持ったらいいのではないのかなって、まあ、あくまでも提案ですけどもね、それ以上のことは私には言えませんけども、要するにそういう視点へと、まあ、転換できるんじゃないのかなと思いますね。まあ、そういう視点をですね、共通してより多くの方、特に政治家の先生たちがですね、持ってくださればですね、まあ、いわゆる政治の仕方そのものも大きく変化するんじゃないのかなというふうに思ってますね。またそれがですね、これから人間が宇宙へ飛び出すための必要十分条件の必要条件となるのではないのかなというふうに思っています、というようなことをですね、演題というかトークに置きながらですね、まあ、ここに4つの動画を紹介しましたので、まあ、よかったらまたご覧になってください。まあ、そういう目的を持ってね、まあ、今日の目的といいますか、そういうことをですね、皆さんにも分かっていただきたかったので、まあ、今日はですね、4つの視点、その中でも縦長超等人間にね、焦点を当てて、まあ、4つの動画を選んでみました。この後にですね、まあ、その縦長超等人間についての少し長い動画ですけれども、つなげておきますから、また興味のある方はどうかご覧になってください。では今日のピーターダーリー、ここで終わります。Bye for now. Since the early beginning days of human history, we humans have been visited by extraterrestrials from outer space, mainly by three people from Nibiru, people from Mars, and people most probably from Arcturus, according to Charles Hall, a scientist who worked with a race of human-like extraterrestrials, so-called the Tall Whites, during a two-year duty assignment at Nellis Air Force Base from 1965 to 1967. Here in this video, I show you how we humans have been visited by those people, being based on my hypothesis. この動画の中では、私、林博士の仮説に基づいて、地球の人間がどのように外惑星人たちによって訪問されてきたかを説明します。ニビルからやってきた人々、次に火星からやってきた人々、そしてトール・ホワイトです。ネリス空軍基地で働いていたチャールズ・ホール氏は、そのトール・ホワイトはアルクトゥルス星から来ている、あるいは来ていたのではないかと語っています。広志林、浜松3、ジャパン。私たち地球の人間は、その歴史の始まりから、外惑星人たちの訪問を常に受けていました。その骨子を最大公約数的にまとめた動画を皆さんにご覧いただきます。まずニビルからやってきたニビル星人、つまりアヌンナキたちです。
そのアヌンナキたちは日本の本州の甲府盆地あたりに最初に降り立ったと私林浩は考えています。そこへマレー半島あたりから連れてきた原人を品種改良し、そしてそれを縄文人としました。そしてその後活動部隊をペルシャに移し、あるいは行き来しながらペルシャに拠点を移します。第一地帯メソポタミア周辺です。第二地帯アフリカです。第三地帯つまりはインダス文明周辺を言います。次にやってきたのが火星からの火星人たちです。あるいはアヌナキたちによって連れてこられたのかもしれません。火星です。この火星人たちは南アメリカに拠点を築きます。頭が縦に長い縦長小頭人間である点に注意してください。私林浩司は後頭部の方に長い横長小頭人間とは区別して考えています。次にトールホワイトということになります。今から約8000年ほど前に現在のカスピ海と黒海の間あたり、つまりエルブラス山の北あたりで生まれたと言われています。つまり白人種の原型ということになります。こうして3種類の外惑星人たちが地球を支配することになりました。他にもいろいろな外惑星人たちがその都度地球を訪れています。そして人間の品種改良についてもその都度手を加えてきたものと私林浩司は判断しています。ただ縦長超党人間については地球に残留しているというよりは地球残留組は絶滅したか、あるいは火星へ戻っていたか、あるいは別の惑星のどこかに住んでいると私林浩司は判断しています。少なくともこの地球からは姿を消したということになります。まあ、以上が地球残留組人間以外の知的生命体3種類ということになります。繰り返しますが、それ以外にもいろいろな異星人たちがこの地球を訪れています。まあ、それについては別のところで詳しく述べますが、そしてそれぞれの、まあ、外惑星人たちは自分たちの拠点をこの地球上に作りました。例えば縦長超等人間火星からやってきたイギギは現在のエリア51あたりにその本拠地を置いたものと考えています。今回のこの動画のシリーズではそうした3種類のエイリアンに焦点を当ててその本拠地を考えてみたいと思います。 Bye for now。
Initial DNA analysis of Parker's elongated skull was released with incredible results. They contain only one parietal plate rather than two. The fact that the skull's features are not the result of cranial deformation means that the cause of the elongation is a mystery and has been for decades. パラカスの長頭蓋骨に関する初期分析が公表されました。それは信じられない結果でした。それらの頭蓋骨には2つではなく、たった一つのパリエタルプレート、つまり頭頂板しかなかったということです。頭蓋骨の特徴が頭蓋骨の変形によるものではないという事実は次のことを意味します。つまり、長頭は謎であったし、何十年もの間ずっと謎のままだったということです。今ご覧いただいているのが左上が人間の頭蓋骨です。右3枚はですね、エクアドルで見つかった長頭頭蓋骨ということになります。頭頂板がですね、人間の場合は、縦に2つに分かれていますけども、長頭人間の頭蓋骨はですね、割れていない。つまり、頭頂板が1枚である点に注意してください。右の写真はですね、まあ、こうしたことが話題になる2012年以前に私がストックしておいた写真の中から見つけたものです。注意深くご覧ください。左は人間です。右は、まあ、長頭人間の頭蓋骨ということになります。DNA 鑑定するまでもなく、右の頭蓋骨はですね、少なくとも人間のものではないということになります。広林浜松市ジャパン。Why can't people accept the truth as it is? Which is the biggest mystery to me?Don't hide from the truth. Truth is in here. You'll find it here in this video. Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Ningen no zugai kotsu desu. Kono yajirushi no hōkou sen ni chūi shite kudasai. Ningen no tōchō ban wa kono you ni分かれていますが、コーンヘッドの頭にはそれがありません。これが皆さん事実です。どうしてこうした事実を素直に見て認めて、そして受け入れないのでしょうか。右下がコーンヘッドの頭蓋骨です。見にくい点があるかもしれませんが、しかしよく見てください。中央の縫合線がありません。つまり、コーンヘッドは少なくとも人間とは違った骨格を持っているということになります。イコールエイリアンということにはならないのかもしれません。つまり、地球同化型のエイリアンということになります。縫合線に注意してコーンヘッドの頭蓋骨を見てください。コーンヘッドの多くには、こうした中央の縫合線がありません。DNA 鑑定するまでもなく、事実が事実を示していると思います。遠い遠い昔、コーンヘッドは火星からやってきました。そして、この地球に同化した、と、私、林博士は考えています。
Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Why can't people believe in what they see? Mystery of humans. Today's story is about a mystery of humans, ourselves. Why not we can believe in what we see? But in English-speaking countries, they say seeing is believing. But people very often don't believe in what they see. You know why? One thing I can say here is that they don't like to believe in what they see. But that is not all. When they believe in what they see, the whole ideas in old rooms of their brains would collapse, of which they are afraid very much. People want to stay in the labyrinth of mysteries rather than to make adventures into the unknown world. That is called conservatism. Then I would like to ask you which way you choose to go. One is a way to make an adventure with me, or another way is a way to stay in the world as you do now. Okay, here is one example that I can show you now. This is an elongated skull unearthed in Paracas in Peru. This is not at least a human's skull, since it has got only one parietal plate, which is different from humans. Compare the elongated skull with a human's. I say here, seeing is believing. We can't say here now that elongated skull is the one of aliens or extraterrestrial beings. But it is at least not a human's. Today's story is about people who have got elongated skulls with only one parietal plate. These people are called Paracas people who might have come from the outer space, or we call them ETs. Or, I may say here, they are aliens. Do you accept my idea? If not, the door to the new world would be closed as ever before you. Please watch the following videos, for which I thank you very much. 謎、また謎。しかし、最大の謎は、実は人間自身なのかもしれません。古くから、seeing is believing。百聞は一見にしかずと言います。しかし、中には、それを信じない人もいます。見ても信じないのですね。で、今ここにお見せしているのは、パラカスで見つかりました、超等人間の頭蓋骨です。で、これは DNA 鑑定もなされていますけども、DNA 鑑定などするまでもなく、頭の骨を見ればわかるわけですね。いわゆる頭頂板と言いますけども、前から見ますとですね、人間の場合は中央で二つに分かれています。しかし、エロンゲイテッドスカル、超等人間の頭蓋骨 にはですね、真ん中で分かれている線、すなわち、縫合線というものがありません。全体として見ると、人間の方は頭で三枚の、ちょうど頭の中央でですね、三枚の骨が集まっています。しかし、超等人間の方は、それが、後頭部の方ですね、一枚に見えます。これが決定的な証拠ということになります。だからといってですね、超等人間イコールエイリアン
というわけにはいかないかもしれません。エイリアンというためには、その間に、まあ、いくつかの、まあ、ハードルがあるわけですね。しかし、少なくとも、人間ではないということです。もっとわかりやすく言いますと、骨の数が足りないわけですね。いくら変形頭蓋骨だと言ってもですね、骨の数まで変えることはできません。まあ、そのことをですね、まあ、こうした論文が、まあ、今説明しているわけです。で、それについてですね、まあ、こうして私が何とか皆さんに超等人間の頭蓋骨の写真を見せてきました。が、驚くべきことに、この超等人間の研究というのは、ほとんどなされて、まあ、いなかったわけですね。そして最近になって、まあ、このパラカスで見つかった超等人間の頭蓋骨を、まあ、DNA 鑑定した先生がいらっしゃいました。そして、その DNA 鑑定の結果、人間とは違うミトコンドリアを持っていた。つまり、酸素呼吸はしていたけれども、人間のものではなかったということです。ということをご理解の上、続くビデオをどうかご覧ください。Thank you very much. Bye for now. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamatsu Japan. Elongated Scars in Parkas, an interview with Mr. Brian Forrester.It's my pleasure here to introduce you Ancient Origins, which is one of the most reliable websites for the people who know we are not alone on the Earth. In this footage, Ms. April Holloway of Ancient Origins conducted an interview with Mr. Brian Forrester, a researcher and author, about the elongated scars excavated in Parcas, Peru.It's also my pleasure that I have had a chance to translate the interview into Japanese on this occasion. I thank you very much. In Japanese, 皆さんこれが超等人間と言われている人間ではない、まあ、知的生命体の頭蓋骨です。世界中で発見されています。身長は、まあ、1メートル80センチ前後あったと言われています。で、最も信頼のできるウェブサイトの一つが Ancient Origins です。まあ、この中でパラカスの超等人間の頭蓋骨のですね、DNA 鑑定を実行した、ブライアン・フォルスター氏との、まあ、インタビュー記事が、と言いますか、YouTube で紹介されていました。それを今日はじっくりと日本語に翻訳してみましたのでご覧ください。で、まあ、数学的消去法でいけばですね、人間ではないということになりますと、エイリアンということになるんですけども、ここが問題なんですね。人間ではないということは証明できるんですけども、イコール、まあ、エイリアンっていうふうにはならないわけですね。まあ、他にもいろいろな細かい可能性が考えられるわけです。これが、ミスター・ブライアン・フォースターです。超等人間の遺伝子の解明。ブライアン・フォースター氏の対談っていうことになります。まあ、じっくりとご覧になってください。お読みください。Thank you.So, Brian, thank you very much for joining Ancient Origins for this interview about the elongated skulls in Paracas. Some of our viewers will have already seen an interview we had some time ago about various research around elongated skulls. But I'm really enthusiastic about this interview because it relates to a recent announcement you made about some genetic testing that has been done on one of the skulls found in Paracas.So to begin with, could you please just give a little bit of background about the Paracas skulls in particular and what makes them different from other elongated skulls that have been found? Well, what's kind of intriguing is if you look on the internet to any photo, you know, website, and if you put in something like alien skull or human hybrid skull, quite often the Paracas skulls show up predominantly because they are so...
large in size. Some of them are very natural looking. And also there are so many of them that have been found, which is quite intriguing. So would you say that some of the features that these skulls have rule out the possibility of cranial deformation, you know, processes like head flattening or head binding, which are known to have happened in other cases of elongated skulls? Well, that is the curious point, in that cranial deformation is known to have occurred in many different parts of the world, most prominently about 2,000 years ago, from the Middle East, even Melanesia, Central America. But because I've been intimately engaged with the elongated skulls of Paracas and the Paracas culture in general that died out 2,000 years ago, I've had the opportunity to look in person at numerous of the skulls, as well as hundreds which are in collections all around the world. Mm-hmm. And some of them, I would say possibly between 5 and 10% of them do not show obvious signs of cradle boarding or other forms of cranial deformation, which generally tends to create flat surfaces, either in the forehead or the back of the head. Some of these literally look like they are natural in appearance. And so I've also heard that some of the other features include increased volume and increased weight compared to other skulls. Is that not something that could also happen as a result of head flattening, where, you know, through the process of binding, that the size actually increases, or is that absolutely not possible? Well, from the doctors that I've spoken to, they said that you can alter the shape of the skull, but you can't increase the size of the skull, because what the skull is genetically predetermined to have a certain volume, and so it's much like in terms of, you know, the analogy I have is pottery, where you have a piece of greenware, which is a pot which is not quite dried yet. You can alter its shape, but you can't change the volume of it itself. Some people have stated that the reason why the Paracas could have had denser skulls or, you know, be heavier, etc., is the result of their diet or, you know, malnutrition or whatever. And the thing is that they had an incredible diet of seafood as well as terrestrial plants. They probably actually ate better than most of us do today. Mm-hmm. And so the study of these skulls is becoming a lot more interesting now that we have the technology for extracting DNA and analyzing DNA. Before any testing was undertaken, did you have any theories yourself about what might be found? Well, I conjecture anything. Of course, I've had many different ideas, but I've been waiting for actual DNA analysis, and that has taken an incredibly long time, mainly due to lack of funding, and also finding a geneticist who, A, is open to studying this, doing it at a fraction of the normal cost that it would cost commercially. And we, importantly, we wanted to do this independently, because going through any governmental or private foundation or whatever would probably result in the results either being deleted or altered or being kept for purposes other than my intent. And my intent simply is to find the truth as to who these people were. Mm-hmm. Yeah. And so can you explain a bit about the testing process that actually took place or has taken place so far? Well, it's a very complex process, and most people don't realize this because they think, well, DNA testing is quite simple now. I can go and have my, you know, a blood sample extracted and be told within a few days, you know, all of my genetic ancestry. But what you have to take into account is the last of the Paracas died 2,000 years ago. And so you're talking about 2,000 years of the degeneration of the material. The late Lloyd Pye, who I was acquainted with, you know, very personally and professionally because of his fascination with this, his analogy is that to take a sample and analyze it from somebody who's living is the equivalent of
of looking at or studying a crystal bowl because it's, you know, it's complicated and intact. And then he said the equivalent of ancient DNA is throwing it on a concrete floor because it becomes shattered into tiny little segments. So it's only the most recent, sophisticated, extremely expensive DNA analyzing equipment that can take all of those tiny segments and put them back together. So it's been very, you know, very difficult to find someone who would pursue that. We actually have two different geneticists at work, but it happened to be this one who's had samples for more than 2 years who has given me this initial result, which completely shocked him. And so the thing most people really want to know is what exactly was found in that initial result. Yeah, and basically what what I can say is that he speculates that there are segments of the DNA of the Paracas which do not match anything in GenBank, which is the genetic database located in the United States that contains all known genetic DNA information. So he said there are segments which don't seem to be any haplotype of human that we know of, also not related to Neanderthal or any other human-like being that has been studied so far. Quite incredible, really. But now you have emphasized that this is phase one or stage one of the testing. What then is the next stage after this one? Is it possible that this result is contaminated or it's not accurate and that further stages may reveal something different? It is possible. However, you know, this person who lives in the United States and has a doctorate, he does a lot of contract work with the U.S. government, so clearly the government wouldn't choose someone who was flaky or a sensationalist. He's taken a lot of time. It's been more than 2 years for him to give us the initial result of one sample so far, but he does have samples from three different skulls from Paracas, and so what I'm hoping is that this, and the reason why I released it, this information, is to try to generate interest from the public so that we can do a fundraiser in order to be able to study the other two skulls as well as other samples from the three skulls themselves so that we can replicate the tests as many times as possible to see whether or not this is an anomaly or whether it's something which is truly mind-blowing, I guess is the term. Yeah, exactly. And is it possible, the fact that it doesn't match anything in the gene bank, could it be that this is just a one-of-a-kind mutation, a mutation that hasn't been seen before and is just unique to that particular race of people? It could be, but again, the whole study is so new that, and the Paracas are very mysterious people. Nobody has really studied them for about 70 years. The people who study them now study their textiles, but the whole idea of the fact that their skulls seem to be of a different shape has been dismissed in general as simply being cranial deformation. But in fact, nobody knows where the Paracas people came from. They lived on the coast of Peru, and through my studies, I believe that there's a certain percentage of their ancestry that comes from another part of the world, because they also, amongst the royalty, seem to have had reddish-brown hair, which is not a Native American characteristic, and they were reasonably tall. Some specimens we found were 5'10" to 6 feet to even taller in height, and that's quite atypical of a Native American person 2,000-plus years ago living on the coast of Peru. Mm-hmm. And so what is your opinion about these findings? Do you have a view about what this actually means, this result? Well, the theory I'm developing is that the Paracas are a mix of different types of people. The area they chose to live 2,000 years ago was much lusher than it is now. It would have been a perfect place for a society to live. In terms of food production, the fact that they had totora reeds and still have totora growing on the coast of Peru meant that they were capable of building not only little boats, but probably large,
large ships out of reeds. They had cotton to make sails, and they could have been great seafarers. I also believe that the famous Nazca people, who also occupied the area after the demise of the Paracas, could literally have wiped the Paracas culture out. Their knowledge absorbed some of their, you know, some of their people would have interbred with the Nazca, but elongated skulls disappear in the Paracas area 2,000 years ago, and that corresponds with the arrival of the Nazca, who were a very warlike people. And so you say a different sort of mix of people. Now, the thing on everyone's mind is, are these skulls alien? Are they extraterrestrial? When you say a different mix of people, do you think there's a possibility that, you know, a race of beings did arrive in this part of the country and perhaps bred with humans? What's your view on that? Well, I'm open to the idea. The thing is, I don't want to go too far in that direction yet because, again, we've only had an initial result. But due to the fact that the geneticist has found segments of DNA which don't correspond to anything, I think it's doubtful that they're a separate breed type of humanity, because where would they have come from? And again, the strange thing is this predominant aspect of these elongated skulls amongst the royal family is very, very odd. So future sampling, future results will either reinforce or dismiss the result we have, but I think we're looking at something very intriguing, and I don't I don't dismiss the idea of there having been off-planet either intervention or something, and Lloyd Pye was very strong with that idea. He simply said, these are not human beings. Mm-hmm. And speaking of Lloyd Pye, are you to sort of carry forward the research he was doing, or do you know what is being done about the research that was being undertaken by Lloyd Pye? Yeah, several months before his death, he passed the Star Child skull and the information on to a group of people because he knew he was ill. He wasn't sure if he would recover, and so they are they're doing major fundraising. They've done a lot of genetic analysis, which people can see on Lloyd's website. The thing is, people really have to spend the time to read all of the information because you can't get a full picture of what the Star Child is or was, through 5 or 10 minutes of reading. There's been a lot of money and effort spent on Star Child, and the unfortunate thing is there's only one Star Child, whereas there are hundreds of Paracas skulls. I mean, it's amazing, and the access is quite astonishing too, because being related with the Paracas History Museum. I've assisted in building up the collection to 40 skulls so far, and we are very open to researchers from around the world coming, whether they're doctors or geneticists or whoever, because we honestly want to get down or get to the bottom of this, and any outside help is very greatly appreciated. Well, I guess the quantity really opens up the possibility to replicate these results and keep everyone happy by doing those extra studies, having different researchers using different skulls, because then whatever the result will be a lot more convincing after all that replication has been done. Yeah, that's exactly it. And any scientific test means that you have to be able to replicate it. And that's why, again, this is an initial, you could even call it teaser result that that I sent out to the public. Also, a number of individuals assisted me in raising $7,000 for testing, and I wanted them to know in 2 years that we actually did have something, that the money wasn't absconded or blown on anything. It 100% went into it. We also have another geneticist working on completely other samples as well. That's Dr. Melba Ketchum from Texas, who of course is embroiled heavily in Bigfoot
studies, which is she's got a lot of flack from, but I still believe in her, and there may be another one or two genetic study organizations that may come on board with us. And so the more that do the analysis and the more cross-referencing we can do, the better for this whole project. Mm-hmm. Yeah, great. Now, there are a lot of people out there who are skeptical. You know, they do sort of question or they want to see these results firsthand on paper. They want to know, you know, the name of the geneticist, the name of the institution, and they do become suspicious when some of these details aren't yet available. How would you address those concerns? Well, I have actually spoken with the geneticist about it, and he has said that he will be willing to address the public about this, but not after one test, because it's too easy for skeptics or whoever to, you know, to rip his information apart. And so as a scientist, he wants to make sure that he's done several replications, and then when he's comfortable, then he will come forward himself and discuss what it is that he believes we're looking at. Okay, that's great. That's very positive. So moving forward from here, what's the time scale relating to further testing and also the fundraising process? I mean, if somebody did want to get involved in this, what could they do? Well, at the moment, I've been in discussions with someone who wants to set up an Indiegogo campaign about this, and I've been discussing with him for about 5 months, but the timing hasn't been right because we've been preoccupied with other things. So probably within the next 2 or 3 months, we will set up a campaign very specifically targeted to very specific things. We'll have a complete list of where any funds will go, completely itemized. I will get nothing from it, just as I've received nothing financially from the previous fundraising that we did. And other samples have recently gone to the geneticist from a third party, and I'm still waiting for some kind of result from Dr. Melba Ketchum. She's trying to actually get at least one, if not more, laboratories in the U.S. to do complete genome studies, which is very complicated and technically would cost an absolute fortune, upwards of at least $100,000. So we're hoping that other geneticists will be able to volunteer their time and the use of their equipment for the good of, you know, basically we're doing this for the good of humanity, not for any kind of personal benefit. Yeah, I mean, the knowledge is incredibly important, regardless of what these skulls end up being, human or otherwise. It's still incredibly important for unraveling the history of our past. These are obviously an incredibly mysterious group of people. Well, definitely. And the thing is, since elongated skulls have also been found amongst the Olmec of Mexico, also in, not necessarily, people have said Russia. It's not really Russia. It's actually the area of Georgia and that area, there's quite a number of elongated skulls have been found there that date back about 2,000 years. And actually, I've been mapping where this process has existed all over the world. And so what I'm trying to do is try to set up some kind of concept of migration pattern or, in fact, were these different groups genetically related? We don't know yet. It's an ongoing procedure. But I'm very thankful that you know, wanted to cover this story at this time because we're at the beginning, any time that I get more information, I'm more than willing to share it with you. Well, thanks very much, Brian. We really appreciate you, informing us of everything going on, and we really look forward to the updates that you provide as things progress. Well, thank you, and your organization, Ancient Origins, is a phenomenal success. I'm very much a fan. Many other people are. You're growing very rapidly, and it's wonderful that such a group as yourselves are presenting this information to a global audience, because in the past it's always been little, you know, small groups of people trying to do what you're attempting, and you're doing an incredibly good job at it. Well, thank you very much. Really appreciate it. My pleasure.
Mr. Brian Forster and Ancient Origins, thank you very much for your effort. ということで、まあ、どのように判断なさるかは、私たちの問題ではないかと思います。ということで、まあ、これを確たる証拠と言わずして、何というかという問題なんですね。まあ、そういうことも含めまして、続くビデオをどうかご覧ください。See you again next time, and bye for now. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamatsu City, Japan. This is an alien, and it's conclusive and physical evidence. Ladies and gentlemen, this is an alien. Here is the evidence. 皆さん、こんにちは。今日はエイリアンがこの地球上にいるという決定的かつ物理的証拠をお見せいたします。これはですね、もう半年以上も前に私が調べたエクアドルの、まあ、他のことで調べてた写真の中に混ざっていました。この頭蓋骨が、こそがですね、まさにエイリアンです。そして、この地球にエイリアンがいるという物理的かつ決定的証拠です。まあ皆さんご覧ください。これはエイリアンです。人間ではありません。人間ではないということはエイリアンです。見つかったのはエクアドルです。どうしてこれがエイリアンかと皆さんお思いになるでしょ？実はですね、頭頂骨が1枚でできているからなんです。これは人間の頭蓋骨です。左下はエイリアンの頭蓋骨です。人間は頭頂骨が3枚より合わさってできています。しかし、エイリアンは1枚しかありません。このライン、縫合線って言いますけども、縫合線を見比べてみてください。エイリアンの方にはその縫合線がありません。続くビデオをどうかご覧ください。Thank you. Hello, this is Hiroshi Hayashi and Kemiya, Japan. A scar in tonkal rim, cranial deformation in Japanese. Kemiya さんからですね、トンカラリンの近くで変形頭蓋骨が見つかった。超頭頭蓋骨ではないかという連絡をいただきました。まあ、それについて調べてみました。で、まあ、そのビデオも見てみました。で、超頭人間、まあ、コーンヘッドとも言いますけども、頭蓋骨は全世界で見つかっています。私が、最初に知ったのはこのコーカサスですね。で、まとまって見つかっています。それから最近見つかったパラカス、というかこのパラカスの頭蓋骨は最近ではありませんけども、DNA 鑑定がなされました。それから、ナスカでも見つかりました。アタカマ、エジプトでももちろん見つかってますけども、ツタンカーメン家族は、このような超頭人間であったというふうに言われています。それから場所わかりませんけども、ロシアでも、それから全世界であちこちで見つかっています。で、日本でも、まあ、見つかったということになるわけですね。で、これがその変形頭蓋骨ですけども、これは果たして何なのかということなんです。この頭蓋骨の特徴はですね、顔の前面部が、まあ、ぺしゃんこになっていると言いますか、普通ではないということですね。で、まあ、ビデオの中では、なんかこう板のようなものを当てて、そしてまあ、変形させたんだというような説明がなされていました。じゃあ、コーンヘッドとヒューマンはどこが違うかということなんですね。ちょっとこの絵では見にくいんで、写真いろいろ探してみたんですけどもね、真上からの写真がないんですね。で、私これ自分の書いた本の中から撮りました。このように3枚に人間の頭っていうのは、頭蓋骨っていうのは、真上から見ますと3つに分かれてるんですね。いわゆるその、頭頂骨が中央で2つに分かれているわけです。これがまあ人間の頭蓋骨なんですけども、コーンヘッド、いわゆる
まあ、超等人間の頭蓋骨にはその今言いました中央のラインがないんです。縫合線って言いますけども、それがないんですね。でこのあたりにその縦の縫合線があるはずなんですけどもないんです。これがあの超等人間の特徴なんですね。でこのもう一つあの、まあ、こんな頭蓋骨もあるんですけど、これをその変形させるといっても限度がありますからね。で、まあ、この頭蓋骨も、まあ、人間の比べてみれば分かりますよね。まあ、変形させるといったって、ここまで変形して骨が発達するんだろうかという疑問もありますけども、これも、この超等頭蓋骨も中央に縫合線がありませんね。皆さん自身でご確認ください。これがあのコーンヘッドの特徴なんです。DNA 鑑定するまでもなく、明らかに私たち人間とは違った、まあ、DNA を持った生物体である。まあ、もっと言えば知的生物体であるということになります。で、パラカスで見つかったコーンヘッドマン、すなわちイロンゲーティッドスカールについてはですね、すでに DNA 鑑定が終わっています。で、その報告が、まあ、発表されているんですけども、それはまさに驚くべき内容のものであったというふうに、この報告書は最初に書いています。で、これをずっと見ていきます。まあ、この続くビデオの中でもう一度あの説明すると思いますので、ここでは簡単に、まあ、見てください。まあ、パラカス頭蓋骨はですね、今までは板で挟んで変形させたというんですけども、それだけでは説明できないと。25% も大きく 90% も重いことが分かったと。そしてこの次なんですね。頭頂骨には2つではなく1つのパリエタルプレートというんですか、頭頂板しかなく、先ほど説明しましたようにあの2つが寄り合ってじゃなくて1枚しかないということですね。ですから真ん中の中央のにあるべき縫合線がないわけです。これがパラカス頭蓋骨の特徴であり、また人間でもない、霊長類でもないミトコンドリア DNA を持っていたと。まあ、酸素呼吸はしていたけども、人間ではないということですね。まあ、ここまではっきりわかっているわけです。そして、まあ、この報告書はですね、人間とは交配できなかったということは、まあ、性行為をしてもですね、妊娠出産には結びつかなかっただろうと、そういうふうに結論付けています。これがパラカスの、ペルーのね、ナスカの近くですよね。あの、サンサの大食堂のすぐ近くですけども、そこで見つかったものです。結論から言いますと、まあ、トンカラリンの近くで見つかったこの変形頭蓋骨は、その、まあ、なんて言いますか、コーンヘッドマンとは、一線を隠していますか、違ったものであり、イコール人間のものである。まあ、変形させられたかどうかということはまた別問題であり、私には興味がありません。あの、ということで、まあ、ケミヤさん、報告を終わります。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye! Hello, this is Tube Store Matabe and edited by Hiroshi Hayashi.コーンヘッドマンインジャパン。超等人間は日本にも来ていた。チューブストアさんとマタベさんから大変こう、まあ、重要な情報が寄せられました。コーンヘッドマンは日本にも来ていた。その証拠と、そしてコーンヘッドマンはエイリアンであった。その証拠と証明です。これがあの、チューブストアさんが送ってくださった写真ですけども、この写真はまああのコーンヘッドマンですけども、あのどこの写真かわかりませんが、わかりませんがそれは重要ではありません。この頭を見てください。で、チューブスターさんが言うにはヘルメットなのかということなんですね。まあ像の感じからして日本の像でないことは確かですけども、これはあの、マタベさんが送ってくださったあの、写真ですけども、これはあの、戸田市ですね、からあの、発掘された南原遺跡というんだそうですけども、そこから発掘された写真、土偶ですね。ごめんなさい、埴輪です。埴輪ですよね。で、柴又八幡神宮で発見されて、そちらに、ごめんなさい、陳列してあるそうです。で、この二つの二枚の、てか、
チューブサーさんと真田部さんの写真を見てですね、まあ、いろんなことに気がつくわけであります。まず第一にこのエイリアンは地球へ来ていたということです。そしてこのエイリアンはですね、共通のヘルメットをかぶっていたということなんですよね。まあ、それはこれから、おいおい説明していきますけども、これはヘルメットなのか、デザインが延期や延期のね、頭と似ていると。確かにそう、これは右の方はイシュタール、すなわち、エジプトではマリ、それからヘブライ語ではマリアですね。はい。これがですね、曲線をカーブを見ていただきたいんですけども、明らかに、なんて言いますか、明らかにというか、まあ、明らかということは、警察に使えたかありませんけども、ヘルメットですね。で、髪の毛は下の方にあるっていう感じですからね。あるいはこれ全体がヘルメットかもしれません。というのは、人間型のね、顔をしたヘルメットをかぶると。そういった事実もいろいろ浮かんできています。ですから、顔だけ見て、あ、これ人間だというふうには判断なさらない方がいいと思います。で、これはですね、エンリルからある王がですね、シュメリアン、真ん中の生命の言ってですけども、神剣を渡されているということですね。丸い輪に短冊がついています。前方後円符の形ですよ。そしてこれをイナンナ。これはイシュターのことです。これは別の絵なんですけども、延期がです。これ延期と書いてありますけども、説明にはね、エンリルってことになりますよね。エンリルが神剣をイシュタール。なあち、イシュタール、イナンナに渡しているところです。名前はいろいろ変わるんですね。この女神。はですね、それはケイミヤさんが教えてくださいました。で、これもイナンナ、イシュタールです。で、この頭をここで見ていただきたいんですけどね、この黄色いのは神剣和刀、それから短冊です。で、この頭を順に比較してみますと、皆さん同じだということにお気づきになると思います。コンセプトが同じなんですね。なんていうのかな、ふにゃ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 と波のようなものがくっついているということなんですよね。そして、それと、また、これがヒタール、いわゆるイナンダですね、の頭と比べてみてください。これでも決定的ですね。これはエイリアンのヘルメットであると。いわゆるアヌー王たちのね、息子たちと、そしてその孫娘のヘルメットであるということは、これで証明されました。それから今度はエイリアンの証明をこれからしなくちゃいけませんので、それにはこのダヴィンチの描いた絵を見てください。ダヴィンチ、左にいるのがダヴィンチです。で、右にいるのがコーンヘッドマンですね。仲良かったんですね、この雰囲気からして。で、頭をこう比べてみてください。同じだということにお気づきになると思います。いわゆる超等人間、コーンヘッドマンです。で、これはブルガリアにある、ソフィアにある、アレキサンダー・ネフスキーという、寺院です。その中に、こうした2枚の絵があるんですけどね、左側の絵が古い、というか、右の方が修復されたのが新しいのかよくわかりませんけども、この真ん中、色とこのビショップの顔を見てください。鼻が低くて、そして、なんて言いますか、頭が長くてってことにわかりますね。これがコンヘッドマンです。手が異常に長くて小さいです。腕が長くて手が小さいです。これがパラカスで見つかったコンヘッドマンです。で、これは DNA 鑑定がすでになされています。これがかしか柴又で、の八幡神宮にある、超等人間ですね。やはり比べてみますと分かるように頭が長いこと分かりますね。いわゆる超等人間は日本へも来ていたということです。これが事実の証明ですね。超等人間は日本にも皆さん来ていたんですよ。そして重要なことはですね、このコンヘッドマン、超等人間は人間ではありませんでした。明らかに人間とは違う DNA を持っていました。その鑑定の結果も出ています。エイリアンは皆さん存在するんですよ。これを証拠ではずして何というかということです。
Here in this video, I, Hiroshi Hayashi, prove that the man on your left hand is Jesus Christ himself, or another name of this man is Leonardo da Vinci in the Renaissance, and the man on your right hand is a Martian or a man from Mars. I prove these facts with concrete evidence which indicates thatBoth Jesus or Leonardo and a Martian were intimate friends to each other. 私、林博士はこの動画の中で1500年後のイエス、またの名をレオナルド・ダ・ヴィンチと火星からやってきた火星人が親密な関係にあったことを証拠を添えて証明します。この絵の中の向かって左側にいるのがイエス・キリスト、ルネサンスにおけるまたの名をレオナルド・ダ・ヴィンチ、そして右側にいるのが火星からやってきた火星人です。Marduk, though he hasn't got his own name, Marduk, whom we may call Jesus Christ, and a woman from the planet Mars, got intermarried, and one day the Martian lady asked Jesus to come along to Mars with her. She said, "Why don't you come to Mars? I will show you around Mars with me."Then Marduk, whom we may call Jesus Christ, said, Why not? Of course, I will. Thank you. Then Jesus and his lady went to Mars, and here in this video, I, Hiroshi Hayashi, show you with evidence what like the trip was. 私たちがイエスと呼ぶマルドゥックと火星からやってきた女性が結婚しました。で、その女性がある日イエスにこう言いました。火星へ私と一緒に来ない？火星を案内してあげるわ、と。それに答えて私たちがイエス・キリストと呼ぶマルドゥックがこう言いました。もちろん行きますよ、ありがとう、と。それでイエスと彼の夫人は火星へ行きましたが、私、林博士は証拠を添えて、それがどんな旅行であったかを皆さんに
お見せします。広し林浜松シティジャパン。私は決してふざけているのではありません。この絵を見てください。向かって左側にいるのがマルドゥック、つまりイエス・キリスト、またの名をレオナルド・ダ・ヴィンチと言います。そして向かって右側にいるのが火星からやってきた火星人の夫人です。この二人は結婚しました。そしてこの左側の人物にひげをつけてみます。ひげをつけてみました。そして色を一度セピアカラーに落としてみます。右が皆さんご存知の人物です。この両者は全く同じです。皆さん自身の目で見て比較して判断してください。この両者は全く同じです。つまり向かって左側にいた人物はレオナルド・ダ・ヴィンチという名前でも呼ばれていました。言い換えると私たちが知っているレオナルド・ダ・ヴィンチなる芸術家は存在すらしていませんでした。それはともかくも左の人物にひげをつけたのがレオナルド・ダ・ヴィンチということになります。左の人物すなわちマルドゥック、私たちがイエス・キリストと呼ぶマルドゥックということになります。今日の物語はアメリカのエリア51から始まります。皆さんをエリア51へ案内します。アメリカ軍の中でも最重要の秘密基地です。エリア51です。このエリア51からナスカ高原に向かってラインを引きます。エリア51の中心部に点を取りました。そしてそのラインはナスカ高原の中でも最も長くて太い滑走路と一致します。この中心からナスカ高原に線を引くと、その線はこの矢印やや左上上方に示したところにやってきます。そしてこのラインはナスカ高原の中でも最も長大かつ太い滑走路と重なります。通称グランドクロスの縦線ということになります。寸分狂わず重なりますから皆さんも一度試してください。が、なぜエリア51のラインがこのナスカ高原のこのラインと重なるかということですね。長さは10キロ以上、幅は20メートルから30メートルあります。で、私はこのラインをエリア51ラインと呼んでいます。つまりこのラインは正確にアメリカのエリア51の方向を向いているということになります。林浩司のナスカ理論による証明です。が、なぜエリア51なのでしょうか。この青い丸で囲んだ部分がナスカ高原です。グランドクロスがかすかに見えます。このナスカ高原の周辺および北方パラカス周辺では縦長長頭人間の頭蓋骨が300個以上見つかっています。縦長長頭人間です。この縦長長頭人間は火星からやってきたイギギと私林浩司は判断しています。その証拠はゼカリア・シッチンの表した本の中の挿絵にありました。これがゼカリア・シッチンの表した本です。その中の1ページにこのような挿絵が載っていました。赤枠で囲った部分に注意してください。ゼカリア・シッチンはこの挿絵を指してですね、中央に描かれているのは火星人であると説明しています。つまりイギギです。
中央の人物、そして左の人物も頭が縦長に長い超等人間であるかのように見えます。ともかくも中央にいる人物に注意してください。ゼカリア出身はイギギと説明しています。この人物はやはり頭が縦方向に異様に長いことがわかります。そして頬骨が出ています。パラカスで見つかっている超等人間の頭蓋骨と比較してみてください。頭が上方に長く、そして頬のところで頬骨が左右に出っ張っています。全く同じです。イコール縦長超等人間はイギギであるということになります。つまり火星からやってきて地球に定住したネイティブテランス、地球在住型人間以外の知的生命体ということになります。 Now 言い忘れましたが、51という数字はユダヤのゲマトリア、つまり暗号によれば火星を意味します。火星を意味します。51は火星を意味します。だからエリア51、つまり火星人基地ということになります。こうしてエリア51とナスカ高原とつながり、そしてそのナスカ高原は火星人と深くつながります。最初の話に戻ります。火星人とダヴィンチ、その関係を示すのがモナリザです。モナリザの向かって左側の上に51という数字が隠し込んでありました。黄色い枠で囲った部分に注意してください。右に拡大し、左右反転し、明度を上げてみると、そこに51という数字が浮かび上がってきます。500年間この数字に誰も気がつきませんでした。51、すなわち11種ゲマトリアによれば火星を意味します。ですからモナリザの絵の背景には火星のパノラマ風景が描かれています。もう一枚のモナリザ、ヤングモナリザの絵の方から先に検証してみます。アイルワースのモナリザと言われている絵です。この絵の背景にも火星の大地の様子が、つまりパノラマ風景が描かれています。左がマーズ・スピルトが撮ってきた写真です。右がアイルワースのモナリザの絵の中に描かれている火星の風景です。左右を比較してみてください。明度を上げたり色を変えたりするようなことは一切していません。原画のままです。左の写真も原画のままです。つまり左が火星ですから右も火星です。その火星には岩石らしきものも写真のように正確に描かれています。注意深くご覧ください。こうしてダヴィンチと火星がつながりました。そしてモナリザです。モナリザの絵の背景にも火星の風景が描かれていました。もう一度ここが重要ですから繰り返しておきます。モナリザの向かって左側のこの中央部に51という数字が隠し込まれていました。51は11種ゲマトリアによれば火星を意味する暗号です、数字です。そしてその背景には火星の様子が描かれていました。上下反転し拡大してみますと、そこはまさしく火星の風景ということになります。ただしまだ火星に水がある頃の風景ということになります。色を比較してみてください。同じです。アイルワースのモナリザ、つまりヤングモナリザの絵の背景に描かれている風景と酷似しています。下がこれ写真です。右上も写真です。そこでモナリザの絵を2枚くっつけ、中央部を抜き出し、そして上下反転してみます。
注意深くご覧ください。するとその風景はそのまま火星の風景となります。道らしきものも遠くが細く手前に来れば来るほど太くなっています。矛盾がありません。そして手前にあるのは私は水面あるいは湖面あるいは海かもしれませんと判断しました。ぴったりと中央で絵が重なっている点にも注意してください。波も手前ほど大きく描かれているのがわかります。つまりこの風景は逆さまに描かれていたということになります。そしてその水面を例えば船が走るとどうなるか楽しいですね。下2枚がこれが実際の火星の様子を撮ってきた写真です。様子が酷似している点に注意してください。色も同じです。つまりモナリザの絵の背景には火星のパノラマ風景が描かれていたということになります。湖面を船が走っていますというのは私の付け足しです。つまりモナリザおよびヤングモナリザの絵の背景には火星の風景が描かれていたということになります。ではなぜレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家はこのような絵が描けたのでしょうか、イコールマルドックはなぜこのような絵が描けたのでしょうか。言うまでもなく彼の妻は火星人だったからです。となるともう一度ここで確認しておかねばならないことがあります。向かって左側の人物がレオナルド・ダ・ヴィンチなのかあるいは本当にマルドックなのかということです。でもう一度この絵を見ていただきたいと思いますけども、右側にいる人物は異様に頭が長いと同時に指が大変長いということに注意してください。そして首の下には生命維持装置のようなものをつけています。つまりこのような装置なしではこの地球では日常的には生活できなかったということになります。首の下に注意してください。私林博士はこれは生命維持装置であると判断しました。そしてその左に先ほど紹介しました私たちがイエス・キリストと呼ぶマルドック、またの名をレオナルド・ダ・ヴィンチという人物がにこやかに、話し込んでいるといいますか、嬉しそうに話している姿が描かれています。そしてその縦長長頭人間の骨格はパラカスで見つかった長頭人間の骨格と一致します。つまりここに描かれているのは火星からやってきたイギギ、火星からやってきた縦長長頭人間ということになります。で、ゼカリア書信の本の一節を皆さんに証拠としてお見せいたします。タブレット8の最後の部分に次のようにあります。下から2行目です。 In the 18, Lou Mack as a workmaster the Anunnaki served. In the days of Lou Mack did Marduk and the Igigi with earthlings intermarry. エディンの町にアヌンナキの労働マスターとしてルー・マックが差し向けられた。そのルー・マックの時代にマルドックとイギギ、つまり地球人のイギギが国際宇宙間結婚をしたと。となるとこの一枚のスケッチが俄然光り始めます。左にいるのがマルドック、右にいるのが火星からやってきたイギギということになります。マルドック、またの名をラーと言います。神の中の神、ラーです。そのマルドックにひげをつけてみます。するとその顔はそのまま私たちがレオナルド・ダ・ヴィンチと呼んでいるその人物の顔となります。比較してみてください。ここが今日の
最も重要なポイントです。左がマルドゥック、そしてそのマルドゥックの顔にひげをつけてみると、その顔は寸分違わず、そのまま私たちがレオナルド・ダ・ヴィンチと呼んでいる人物の顔になります。細かいところを順に比較してみてください。皆さん自身の目で見てしっかりと確認してください。すなわち右の私たちが知っているレオナルド・ダ・ヴィンチなる人物の自画像は、これは架空の人物の自画像であるということにもなるわけです。左が神バルドゥックの自画像ということになります。もっとわかりやすく言えば、今から2000年以上も前のイエス・キリストと言われている人物の実像ということになります。その顔と右の人物の顔が一致するということです。で、結論ということになります。二人の男女が結婚しました。左が私たちがイエス・キリストと呼んでいるマルドゥックです。ルネサンスの時代においては、同じ人物を私たちはレオナルド・ダ・ヴィンチと呼んでいました。そして右が火星からやってきたイギギです。火星人の夫人です。嬉しそうに、楽しそうにこの二人は談話しています。そして右のイギギが左のイエスにこう言いました。ねえ、あなた、火星へ私と一緒に来ない?案内してあげるわ。するとイエスはこう答えました。もちろん行くよ、ありがとう、と。私にはそんな楽しそうな会話が聞こえてくるような気がします。いかがでしょうか。これが私の結論ということになりますが、決してふざけて言っているのではありません。皆さんにお見せしたのは事実です。現実的な事実です。では皆さん、バイ。Correction of my mistake. In this video, I explained that Marduk and Igigi married, which is however wrong, a mistake of my translation. Marduk and Igigi married with earthlings or humans, which is correct. この動画の中でマルドゥックとイギギが結婚したと発言していますが、それは私の翻訳ミスです。マルドゥックとイギギは地球人と結婚したと、ゼケラシッチの本の中にはあります。もう一度その部分を確認しておきたいと思います。 In the Eridu, Lumak as a workmaster, the Anunnak served. その後ですね、In the days of Lumak did Marduk and Igigi with earthlings intermarry. 私はマルドゥックとイギギというふうに思いましたけども、 with earthlings, つまり地球人と結婚したとあります。間違いを訂正します。